ルークから。アシストコンボ変更。しゃがみジャッキ、しゃがみオーディフラッシュナックル中、ラージアッパーがバウンドちょっとね、ジャック、ああ、ジャックラッシュナックルになった。はいはい、アシストコンボめっちゃ増えてんな。オーディフラッシュナックルから中ライジングアッパー。これめっちゃいいな。ちゃんとゲージを見るようになったんか。はいはいはい。全体的にそうなったってことだね。タッチ受けが1振り遅くなって、強パンが、当たった時に有利フレームになって、ヒット時の押し合い判定を上方向に拡大しました。ちょっとよくわかんないな。空中ヒットの、ああ、なるほど。位置入れ替えるんだ。ヒット時の硬直さ。ああ、うん。で、強径が、膝だね。7振りになった。ああ、ってことは、待てよ。で、硬直さを、これ強なってんな、強径。ああ、強径強なってんな。攻撃持続の最終フレームをガーした際にカメラの揺れを追加しました。ああ、これおもろ。ルークが揺れてるの状況。あ、これめっちゃいい調整やん。カプコン。これめっちゃいいやん。いや、これ神調整。これな、これどういうことかっていうと、今のは有利でしたよっていうのをちゃんとお互い分かるようにしたってこと。つまりガードしてる方も、今のは、まあ、なんていうかな。ちょっと初心者の人に対する結構アプローチっていうか、これめっちゃいいと思うな。めちゃくちゃいいと思う。こういう調整。ちゃんと視覚的に分かったようになったってことか。で、しゃがみジャックパンチが、前方への攻撃範囲縮小。はい、リーチが短くなりました。で、しゃがみ中パンチが、指導補正 15%。前方への攻撃範囲縮小。だいぶ弱くなってますね。どれぐらいかな？ちょっと待って、ほんまやろな。ちょっと見して、ちゃんと。まあ、まあ短くなっ、これは確かに当たってる気がするな、前まで。さらに、補正が変わってなったと。アウトローキックダメージ下がったって噂を聞いてんけどな。下がってないよ。しゃがみ中継。カラブレジでも19から20に空手のやれ判定。あ、へえ。これ結構念入りやな。別にしゃがみ中継はルーク強くなかったんけどな。めっちゃ弱くしてるやん。これ結構あれやな。他のキャラもなんかな。普通に差し返しできる、技でしたね。ルークのしゃがみ中継を。じゃあ続いて見てみましょう。ジェイミー。はい。良いレベル、アシストコンボが変わった。ああ、なるほど。良いレベル4の時のコンボが変わったと。で、中継、まあ、良くなったことね。でも、ルークはあれやね。まだ強そうやけど、やっぱ豪気に一旦行く人は多そうやね。で、後ろ投げは遠くなった。中パンチ。プラス1からプラン2。立ち中継、ヒット時のプラス増えてる。じゃあ、カウンターの時にダメージ伸びるってことか。当時の硬直が、フラ5、しゃがみ中継。いや、これ、立ち中継をマジやってほしいけどな。もう何回も言うけど。で、しゃがみ中継の空振りが増えてる。しゃがみ、待って。しゃがみ強径これ。1フレ硬直増えてるな。ダイヤ芝をちょっとこれ。ちょ、待って。ダイヤ芝どうなってんのこれ。まあ、2発目が確かに冗談なのは結構弱体かいね。いや、俺これなぁ。いや、距離が近くなるのかなと思っててんけどな。まあ、前より反撃しやすくなった。でも、反撃できないキャラは多分、いるだろうね。まあ、チュンリーは変わらず、OD100 ですかね。あ、ちょ、待って、待って、2発目が冗談？待って、そういうこと？これが冗談ってこと？初段、ガード時のみ。そういうことか。まあまあ、まあまあ、なるほど。まあでもそんなに弱体化はしてないって感じだね。で、弱弱中。2段目のドライブショット？ 2 段目？弱弱中の。これもしかして、これ 2？ 間違ってんのじゃん。3じゃない？ 3 段目これ連外になったってこと。ちょっと待って、これ、
これ強化か。え、これちょっと待って。マジで。これのリーチ伸ばす。マジか。今の時点でむちゃくちゃ強い技ないのかな。あー、やりやがったー。やりやがったー。なるほどな。まあ、そうなれば強いよな。うん。そうなれば確かに強い。いや、でも俺ジャックパンチのリーチを伸ばしてはこれやばいな。かなり念入り調整だな。ユンのコパンターゲットもめちゃくちゃリーチ短かったからね。まあ、ユンはまあ、飲まなくていいから、まだ別なんやけど。なるほど。これは強いな。うん。これは相当な強化だな。うわぁ！超級体の発生が6フレから5フレになってる。モダンチュンリーのアントビができなくなってる。攻撃、ヒットの攻撃発生部分の攻撃なんでも全部、ああ、これ使うことがあったってことか。まあ、ジーミーだけ弱かったんですよ。あの、潮流剣。他のキャラの昇竜拳って弱で出すと5フレになるんですけど、ジェイミーはならなかったんですよ。まあそれが他のキャラと一緒になった。で、J 来た !JP! あ、これいい調整だね。トリグラフが、あ、これめっちゃいい調整や。SP ボタン発動する際に斜めで位置変更。あ、これ結構強化してられてる。で、足とか中継オーディストリボーグラブーしか、オーディストリボーグ使うようになったのか。前までは中継から直接ラブしかやってくれてんけどな。な、ローディストリボーがホームだったからね。で、投げでしょ。で、中継。いや、もう、あれやもん。え、あ、中継強くなってんな。中継の動作に振れば攻撃時続終了まで足元のやら判定を縮小しました。おー。じゃあ、中継が結構強くなったのかな。で、強継は、離れるようになった。と、これ、下中継これ、来ましたか。って感じだね。この下中 P は。ついに来ましたかと。まあ、これが良くなったら、マジできついっす、JP は。結局 JP は結局これを当てるキャラなんで、下中 P ラッシュを当てるキャラなんで、下中 大 P だね。これが良くなったら相当でかい。ストリボーグの、ってあって、なにこれ。え？ジャストパリーされた際に攻撃力が3フレ増加、そんなことできんの？あんたら。そのジャストパリーされた時だけ攻撃力増やすとかでき、そんなことできんの？まあ、つまり、インパクトが入るんだってことだな、これ、今日でも。これ、ストリボーグって、中と今日ジャストパリしたらインパクトが入って、今日の時は、インパクト入んないから、反撃するの難しいよねっていう技やったんですよ。これ、多分インパクト入るようになったってことやな、おそらく。ちょっと やってみるか。マジか。まあ、確かに今日ストリボーグ強い技ではあんねんけども。ああ。です。そういうことですね。これが入らなかったんですよ、今日だけは。そうなんだ。へえ、あ、これ、レフリーこれ、10人ぐらいついてんな。これ多分ね、最初のバージョンで、ジェイミー、JP を調整した人多分取り押さえられてる。この、周りに。周りに取り押さえられて、他の人全員で調整してる、これ多分。社内で。そういうレベル。そうじゃなかったら、ここまでは弱くならへん。うん。ただ、オーディストリボーグが、これ、この申し訳調整、申し訳程度のこの、SA、オーディストリボーグが一応コンボになりますよっていう。これであと1、これで交換条件。この弱体化の代わりにこっちを用意しましたという。これで1年、開発頑張ってくださいっていう。これは。いや、まあまあ。いや、わかんない。ものすごい可能性を秘めてるかもしれんかな。え？ちょっと待って、これ不具合やったん？ちょっと待って。二段、待って。二段目をガサリナシトコモの入力継続しても三段目が発動しない。え、待って。これ、オートヒット確認じゃないの？これ、不具合やったん？これ。一年間、何やってんよ、それ。誰も知らんやん、モダンジュリのこと。いや、多分ね、そうなんよね。いや、わからんねんけど、多分その、モダンのことを、多分そんなに、詳しく、こう、めちゃくちゃ調整多分されてなかったよね。うん。だどれがオートでどれがオートじゃないとかも、俺らは分かってたけど。だから確かにジュリの弱々は、なんでオートじゃないんやろうっていうのは、まあ思ってたんですよ、実際。まあ、みんな思ってたんですけど、まあでもそういうもんなんかなっていう。まあなんかマリザとか、キャミーとか強いよな、みたいな感じに思ってたらんですけど、これ不具合やったんですね。ね、そういうバランス調整だと思ってたよ。で、暗検察が？あ、暗検察が、本補正が乗ってるから、あ、
お、え、あ、強化しなくてもコンボイできんのこれ。え、強っ。え、マジでこれ。じゃあ、あの、強アシストコンボを OD にすんのやめたれよと思うけどな。なるほど。補正かかるけど、あ、じゃああれやな、コンボ、あ、コンボがめっちゃ簡単になってる、じゃあ。アシストコンボが強くなりました。しかも3が強くなりました。お、弱パンチが、距離が近くなった。お、なんかもうこの時点ちょっと、なんか期待できんねんけど。なんか今まで、こんな調整誰もなかったんやけど。8弱 P のヒットバックが縮小。なんだこれは。要するにコパンの後に投げたりとかしやすくなったってことか。ほう。なんか愛される匂いがするな、この時点で。弱 K もヒットバックとガードバック、あ、コンボになりやすいってことか。ヒットバックってことは。弱パンチの後に繋がりやすくなった。弱 K も強化。中 K も増加量増えて強化。強パン、フラ4。あ、ついに剣と一緒になった、これ。待って、これ、あれじゃない？竜、大パンパニカンから中足入るんじゃない？これ。え、これできたら、それできたらかなり強いな。あ、ついにできるようになったんか。あ、これだいぶ強化やな。発症時のドライブゲージ増加量、減少量変更。ドライブゲージの変更で、削るようになったことだな。発症時のダメージがなんか下がってんな。発症時なんか下がってる。発症時のダメージが。え、でも調整でめっちゃ多いねんけど、やばい。竜巻のダメージ増加。コンボカウント指導値を増加。コンボカウント指導値、加算値、上限値ってよくわかんないな。コンボ しづらくなったかな。中竜巻もダメージ増加。うん、全部そうだね。全部ダメージ増加で、ゲージ増加力増加。ドライブゲージの増加。え、これ竜巻強っ。大パンパニカン中足竜巻とかもできるなってことだな。で、空中 OD 竜巻も強化されてる。で、即答蹴り。即答蹴り強化か。ダメージアップ、発生早くで、持続が、あ、持続が減ってんな。全体動作が減る。人質の吹き飛び時間増加。ゲージ。これどうなんだ？これなんか強いんかな？あー、弱から即答に行けるってことか。なるほど、なるほど。中が、中もダメ、あ、もう全部ダメージ上がってんな。全部ダメージと SA ゲージが上がって、もう、シンプル全部強化。はいはい。シンプル全部強化だね。強化版の張り手が、リーチが長くなってる。これ強いよな。これ強化版の張り手がさ、下段からコンボイにキャンセルできるのこれ。これだいぶ強いな。まあ、今まで多分しゃがみ強パンチだけしかできなかったよね。これだいぶいいよね。いや、本格積んで面白そうやな。ヒットバック縮小でコンボイになりやすくなりました。スーパー頭突きが、でもダメージ増えたよね。ダメージが増えて、ガード時の状況が良くなって、でもガードバック縮小か。これ弱体化っぽいな。バーンアウト中のガードバック拡大。逆にバーンアウト中はあれか。有利になるから、離れるようになったんか。だから頭突き連打ができなくなっちゃったのか。多分。前まで頭突きガードさせた後に結局中攻撃とか届かんから、実質全然不利じゃなかったんですよね。相手の小技が届きます。これ結構ちゃんとした弱体化だね。来た。交代。はい。移動速度を遅くしました。で、アシストコンボ2が、変わりました。で、アシストコンボ3が大幅に変更されました。で、後ろ投げが、はい、共通。うわぁ、弱パンチ、さらにか。弱パンチ、さらにか。これ痛いな。てか、チューブの弱パンチはもうダメだな。もうあかん、この技は。さらに、判定良くなった上に、今回その弱、攻撃当たった時の、補正が強くなってて、弱パン中足みたいな、コンボのダメージが落ちてるんですよね。ただ、これだよ。強パン。動作5から12分の足元の頭でやられ判定縮小。はい。判定が強くなりました。攻撃持続中の腕部にやられ、はい。判定強くなりました。はい。ガード時の硬直差マイナス3。はい。ガードバック拡大です。えい。もう、これはフルコース。全部強化。強パン全部強化。で、OKOK。で、立ち強系の補正が追加。なるほどね。これはまあ、クラシックチュンリーが対空とか、反撃とかに、その時にちょっとダメージが減ったと。で、中足が、前方に、あれか、上がってんねんな。なんか見た感じそんなに増えてるように見えんかったけど。まあ、中足が蹴れるようになったと。まあ、これは、まあ、いいっすね、別に。で、ジャンプ弱パンチ。俺これ地味に嬉しいかもしれん。空対空した時に、
不利になってたんですよ、絶対に。え、これ有利になったってことかな。あ、だとしたら結構、え、ちょっと待って、これ結構嬉しいかもしれん。やってみよう。このゲームって、その、空対空した後に基本的に不利になっちゃうんですよね。で、チュンリーは、まあ、モダンチュンリーの場合は、ジャンプ中継すると有利なんですよ。お、あ、これ結構強いな。なるほど。残儀。残儀はねー。え、立ち弱 P が立ち弱 K になってんねや、これ。あ、弱パンが消えてんな。大幅強化ですね。しゃがみ弱パンチが追加されて、中段も追加される。しかも、オート弱 K 弱 P の、弱アシストコンボが、一振りになったっぽいんですよね。超、超強化。で、アシスト2も変わってると。で、弱 K が、一爆縮小中、あ、中パンチの一爆縮小強いな。これ強化だね、かなり。中継のダメージアップ、リーチが伸びてる。もろもろ強化。強パンも強化だね。当たった時のリターンが増えてる。パニッシュカウンダージカメラの揺れを追加。強系の、強系揺れ、あ、揺れを結構追加してるね。で、しゃがみ中 P のヒットバック縮小、距離が近くなったから、しゃがみ中 P からのコンボが繋がりやすくなった。しゃがみ中継の UFM 増えて、ヒットバック縮小、当たったとの距離が近い。この強化。タイム強パンチの後にコンボができるようになった。しゃがみ強系の、うわ、これ強くそうだな。攻撃持続中かでも。ダイヤシがまあさらに強化。今でも結構強いんだけどね、強化されてる。ヘルスタも微強化。ヘッドバットもダメージ上がってるし、ダメージ上がってて、硬直差が増えてる。コンボが伸びた。弾技は結構増えそうだね。うわー、2パットの硬直減ってんのか。これ、まあ確かにまあヒットして5分は確かに弱いっちゃ弱いけど。いや、これ強化だな。これやだな。この技が強くなると、雑に強くなるから嫌やねんな。まあ、ぴょんぴょんして、有利を取りやすくなったようだね。うわ、これ、うわ、これやだな。これかなり、強い。なるほどね。で、前強系も隙が減ってるんですよね。マイナー9。なんか持続やるとなんか隙がなんかめちゃくちゃ減ったみたいな。だ結構ね、前強系とか前中系で、をなんか割と出していくっていうのが、かなり、強くなったね。ドロップキックも強化。これもパニッシュ感じにカメラの揺れが追加。で、フライングヘッドバットのダメージが上がってる。中パンレンダーが強化。これ強いな。中パンのリーチ伸びてんな。え、ザンギー、めっちゃ、これ、熱いな。特にモダン。で、秋。アシストも強くなって。おお、中パンチ、あれ以上強くなるか。さらに強くなってんな。やれ判定が少なくなった。強 P が、ターゲットコンボキャンセル受付が伸びたから、確認がやれやすくなったのかな。強 P だいぶ強化されてるね。引きも減って。で、弱 K の4フレ。これ来たねー。これがめっちゃでかいね。中継も強くなりました。発生が早くなって、隙も減りましたと。で、強系の、強系の判定が強くなってる。対空無敵。強系が対空技として、かなり信頼できる技になった。これは強いですね。まあ、やっぱ秋の明確な弱点、対空が難しいってことだったんけど、これはだいぶ強化ですね。で、しゃがみ中 P が、シャミシブ空振り時の工場減った。これは強いね。はいはい。で、立ち中継、ヒット時の、しゃがみ中継、これも強いね。しゃがみ中継、プラ5。これ、ラッシュした時にかなり痛いコンボあるってことかな。これ強いね。攻めがマジで強くなったね。しゃがみ強継が、硬直が減った。持続が増えて、これも多分ね、対空、やりやすくなったのかな。もとも対空技やったんですけど、
ああ、パニカンヒット時の横方向への吹き飛びが縮小しましたってことは、対空とかでパニカンった時に拾いやすくなったってことだね。ジャンプ強系が強くなった。ふえー。このキャラ飛びがめっちゃ強いからな。より強くなったな、強系で。弱パン。あ、弱弱、フライ1。これ強いな。これかなり強いな。で、弱の邪頭弁。おー、リーチが伸びる。リーチが伸びて、かつ、ヒット時の吹き飛び縮小で置き攻めがしやすくなって、パニカンした時はコンボになった。これは強いよねー。これ相当強いよねー。今日は、おー、で対空めっちゃ強くなってるやん。あー、これなー。この弱者傾向は多分ねー、結構、強化っぽいね。弱者傾向で後ろに下がる。これ、強系からキャンセルして、その、百鬼打庫、伏せるやつに行くのを見てから、まあ、OD 技打つと、まあ、全体王なんですけど、多分そこで強系から、多分この弱者傾向出すと、それを透かせるっていう調整なんじゃないかな。うん、今までは釣ろうと思った時に、強者傾向をする必要があったんですよ。強者傾向をすると、そのオーディブ的技、避けれたんですけど、まあ逆にその反対に行っちゃうし、リスクがあったんですけど、多分弱で良くなったってことだと思う、おそらくね。トルティアデスさんサブスクありがとう。だからその、攻めが強くなったってことだね。つまり。伏せを使った。で、SS のダメージが上がりましたと。まあ秋はだいぶ強そうだね。